スクリームウェブサイトをご覧の皆さん、どうも岡本です。ボーカルの岡本翔です。ギターの岡本幸喜です。ベースの浜岡本です。ドラムの岡本礼二です。今回俺たち岡本ズは新しくオペラというアルバムを9月30日にリリースします。はい、はい、おー、すごいぴったりでした、ね、ぴったりでした、うん、バンドだから、まあ、今回俺やってないんだけどバンドだから、まあいいや、はい、そのオペラっていう、まあ、タイトルの真意はというと、まあ、歌劇なんていう意味もあるように、今回アルバムがコンセプトアルバムで、1曲目から最後までで1つストーリーがあって、そのストーリーをこう追っかけていく、歌詞が追っかけていくようなアルバムになってるんですよね。はい、どんなストーリーなのかちょっとざっくり説明してもらっていいですか。あ、本当ですか。まあ、ざっくりざっくり、まあ、すごいポイントだけ言いますけど、そうそうそう、まあ電車で朝起きたらですね、目が覚めたら携帯と鍵と財布をなくしていまして、うん、まあ、現代版三重苦と我々は呼んでいますけど、うん、まあ誰ともつながれない、うん、まあ買う、何を買うお金もないですし、うん、家にも帰れないと、うん、まあ、いう状況の中で起こったいろんな事柄とかですね、心境の変化によって、うん、まあ、1日、約1日が目まぐるしく展開していくという、うん、その先に何があるのかという、まあ、話で。素晴らしいです、ね、素晴らしい、よくできました。はい、じゃあちょっと次ね、まあね、はい、そういうちょっと特殊なアルバムを今回作りまして、はい、全16曲かな、はい、曲のつなぎなんかも結構なんていうんだろうな、まあ、いろいろ考えて、どこで曲が変わったか分かんないような、本当に1曲目から通して聴いてもらいたいなアルバムになりました、はい、で、そのアルバムを聴くにあたって、物語を今浜君ざっくりと説明してくれた、その物語を小説化ね、はい、していて、要はその文章化、はい、でそれを8月28日から、分割して、ちょっとずつちょっとずつこう発売日まで特設ページの方で紹介しています、はい、皆さんにはぜひそれを発売日までに見てもらって、今から追っかけてもらって、でストーリーを映画の予告編のようにね、ちょっとこう見てもらって、ストーリーを知った気になって、それでアルバムを手に取って聴いてもらえたらなっていうふうに思ってるので、皆さんぜひ特設サイト遊びに行ってみて、ストーリーチェックしてください。よろしくお願いします。はい、そして、アルバム出たらツアーもありますね。はい、11月1日新宿ロフトを皮切りに、うん、年をまたいでツアーに出るので、はい、うんうん、皆さんにぜひ遊びに来てほしいですね、はい、初めて行くところもあるもんね。そうですね、今まで最大規模でこう、うん、長いことやるんで、そうだね、ぜひ見に来てほしいです。レイジさん、意気込みはどうですか。もうクリックリって感じでしますすごい声ちっちゃかった本当に5年間引き出しが増えないですいや、クリックリはでも初めて行った気がするな。そうかな。そうですね、はい、皆さん何も痛いですすいません、普通に謝ってる、すいません新しいすいません新しい、はい、皆さんぜひ、まあ、ライブぜひ遊びに来てください、うん、オフィシャルホームページでチケットをチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。ということで、新しいアルバム、まずはね、9月30日です。岡本ズニューアルバムオペラ、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。以上、岡本ズでした。